新上駅は大阪府大阪市平野区上東4丁目にある西日本旅客鉄道大阪東線の駅。駅番号は JR 海14。大阪市内にあるものの両隣の駅が大阪市内の駅ではないため、開業時は JR の旅客営業規則における大阪市内の駅として扱われていなかったが、2019年3月16日の 大阪東線全線開業に伴い、特定特殊内制度の範囲内となった。大阪東線の途中駅には、ステーションカラーが導入されており、当駅のカラーは金色である。相対式2面2線の高架駅で、8両、編成対応。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。急カーブ上に位置しており、関東が高く停車する列車は、 カーブ内側に大きく傾く。屋根は6両分。地上に改札口があり、ホームとの間にエレベーターが2機、エスカレーターは各ホームに2基ずつの4機が設置されている。歴史と現代の共存をデザインコンセプトとしている。八尾駅が管理する JR 西日本交通サービスによる業務委託駅であり、一部時間帯は無人となる。そのため改札機、券売機、 生産機付近にはインターホンがあり、無人時間帯はコールセンターのオペレーターが対応し、各種機器を遠隔制御している。緑の窓口は設置されておらず出札窓口自体の営業もないが、緑の券売機が設置されている。なお、近接する上駅には緑の券売機プラスが設置されているため、緑の券売機が使えない場合であっても購入する切符の内容によっては、 上駅で代替が可能である。2019年度の1日平均乗車人員は2451人である。大阪市に編入している JR の駅では最も少ない。開業後の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅から北へ約400メートル離れている、上東1丁目停留所と西へ約400メートルほど離れている、上停留所がある。 注釈出店ありがとうございます。